はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は 2022V2 の全チーム85以上の選手徹底解説ということで毎日やっております。この企画なんですけれども、今日はね、川崎フロンターレ編ということで、川崎フロンターレの今回6選手ね、えー、紹介していきたいと思うんですけれども、 はい。川崎もね、やっぱり多いですね。というか、まあ、激戦ですね。はい。85以上のね、選手、激戦区なんですけれども。まあね、本当に有力選手たちがね、入ってないんですよね。脇坂選手とかも相変わらず漏れてるしね。まあ、孫陵選手とかもね、ちょっと漏れちゃったりとかして、やっぱり川崎、ちょっと層が厚すぎる問題あると思うんですけれども。さあ、この川崎選ばれし6人の選手たち、果たしてレギュラーの評価はどうなのかというところをね、ちょっと解説していきたいと思いますので、 今日もよかったらお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ということで、えー、この動画のね、あの、評価基準とか、まあ、評価の趣旨を説明していきたいと思います。こちらです。はい。スキル、能力、値総合の3項目で1から5の9段階、点5を含むで評価していきたいと思います。なので、まあ、わかりやすくね、3項目ちょっと作ってるんですけれども、これを、えー、評価した上で、その中身についてね、評価基準についてお話をしていきたいなと思います。 で、6選手評価終わりましたら、お気に入りチーム権でね、引くべき戦、えー、引くべき方はどういう方かとか、まあ、どういうポジションをね、狙って引くべきな、狙ってる人は引くべきかとかね、そういったお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただきますよ。うよろしくお願いします。はい。ということでね、早速やっていきたいんですけれども、ちょっとワンちゃんめっちゃ吠えてますけどね、やっていきたいと思います。はい。では、まず一人目この選手からです。はい。川崎フロンターレのジェジウ選手です。 デジェル選手はスキル構成が3.5、えー、能力が5、総合4ということで付けさせていただきました。はい、ここね。まあ、スキルなんですけれども、やっぱりまあそうね、2スキルで空中戦ハードタックルか。まあこれ悪くはないんですけれども、うーんちょっとね、まあこれ出るたびに説明してるんですけれども、やっぱ下パスに弱いっていうね。まあそこの弱点がちょっとあるので、 まあ4よりの3.5かな。まあ、センターバックだとちょっと3.5ぐらいつけざるを得ないかなっていう感じがします。で、えー、能力値に関しましては、まあ、ディフェンチね、高めだし、ポナセンディフェンスだしというところで、ここは文句なしの5ですで。総合的にはここは4ですかね。はい。まあ、ジェジュー選手に関しましては、まあ、レギュラーはね、ちょっとね、今シーズン出遅れてちょっとグレード落ちてるとは思うんですけれども、 まあ限定がね、どちらにしろ多分出てくると思うんで、後半はね。まあそこに期待が結構集まるのかなと思います。まあ正直このカードでもまあ全然使えなくはないし、まあね、空中特化した感じで考えるんだったらまあまあ強さ発揮する可能性も十分にあるので、まあ決して弱いとかそういうわけではないんですけれども、まあちょっとメリットデメリットがね、まああるというところで、まあちょっと評価としては4になりましたけれども、まあジジュー選手に関しましてはね、まあこれからね、また、 さっきも言いましたが、限定がね、出てくると思うので、まあ、今のうちにこの87、まあ、むしろね、グレード下がって引きやすくはなったと思うので、まあ今ね、昔の j j 0選手とか持ってる人からしたら、まあある意味、センス更新だったりのチャンスになるのかなと思います。はい。では2選手目いきましょうか。2選手目は、えー、谷口翔吾選手ですね。はい。谷口選手もスキル構成は4、えー、能力値4.5、総合4.5ということで付けさせていただきました。 はい、ここもね、一つずつちょっと見ていきますと、えー、スキルに関しましては、ピンタク空中戦フィードなんで、ここもさっきのね、ジェジュー先生ちょっと被るんですけれども、まあ、ハードタックルがピンタクになった分と、まあ、フィード追加で、まあ、4かなっていう感じですかね。まあ、ここももうさっきとちょっと説明が同じになっちゃうんで、ちょっと省略しますけれども、ま、あね、下パスにちょっとね、弱いというところがちょっと難点かなと思います。で、能力値に関してはディフェッチ高めで、まあ、ボナセンパワーなんで、まあ、ここは4.5ぐらいかなと思います。 で、総合は4.5というところですね。はい。まあ、これは、まあ、そうですね。まあ、前半レギュラーのが正直、まあ、強いような気もしないこともないんですけれども、まあ、さっきも言った通りね、空中戦がハマれば、まあ、結構強さ発揮すると思うんですけれども、まあ、そういう試合展開になればいいですけどね。はい。まあ、相手次第ですかね。そこはね。まあ、下パス結構、まあ、あれね、パス系のスキル入れてる人とかからすると、 ちょっと通しやすくなっちゃうのかなというところがあるので、まあ対戦相手ちょっと、はい、運次第なところもね、ちょっと絡んでくるので、まあただ、まあ能力値とかね、まあ、スキル構成に関しましては、まあ悪くはないので、まあここはね、4.5をつけれる結果となりました。まあなので、まあ外れとかではなくて、まあ、どっちかというと当たりの部類ですけれども、まあそういったところね、弱点とかを理解して使う分には問題ないのかなと思います。はい。はい。じゃあ3選手目なんですけれども、 次は、えー、山根みっき選手ですね。はい。山根選手はスキル4.5、能力値4、総合4.5という風につけさせていただきました。はい。ここもね、一つずつ見ていきますと、スキル構成はね、まあ4.5でも 5, 5に近い4.5ですかね。はい。まあ完璧ですね。スキル構成としては。まあピンタク、インターセプト、フィードなんで、これ4.5。まあ3スキルのね、グレード93の選手の限界かなと思います。ここは4.5です。 で、能力値はディフェンス高めではないんですけれども、ボナー戦がディフェンス効いてるんで、ここは4ですね。はい。で、総合4.5という結果になりました。まあ、ここも、まあね、スキル構成山根選手、なんか珍しいですね。ピンタクインターセプトもらえるようになったのか、というね。<laughs> はい、なったな、という。山根選手にもね、インターセプトがつくということがこれ分かった時点で、下手したらね、いい限定出てくる可能性ありますね、これね。まあ、正直、ピンタクアーリー、 フィードとかのイメージだったんですけど、ここちょっとイメージが変わりましたね。なので、まあ結構ここ明るい兆しかな。うん、限定ね、ちょっとグレード高くなっちゃうとは思うんですけれども、本当に、まあディフェンスはそんなにあね、このままかもしれないですけど、まあね、限定補正とかついてちょっと高くなって、ボーナスにディフェンスとかで来れば、全然サイドバックのね、リーグのレギュラーとかも務めれるぐらいの選手になってきたのかなと思いますので、ここは個人的にね、いい兆しかなと思います。 ま、このカード自体もね、スキル構成もいいし、まあ、能力値もね、まあ、ボナー戦もね、ディフェンスだしということで、まあ、悪くないので、文句なしで4.5です。はい。では、次の選手なんですけれども、4選手目は、立、え、花、ー、田健人選手です。はい。立花田選手は、スキル構成 4. 点、あ三3.5、能力値が4、総合3.5というふうにつけさせていただきました。はい。ちょっと一つずつ見ていきますと、 まあ、スキル3.5。まあ、ここは、まあ、そうですね、これ、エンジェルパス、チップパスって言ったら、まあ、ね、2年前の大島選手とかと一緒なんですけれども、ちょっと攻撃に特化しすぎてる感もあるんですけれども、まあ、トップ下できるんで、トップ下とか CF になると思うんですけど、起用するとしたら、まあ、トップ下のまあ、アシスト選手としては、まあ、ちょっと重要あるかなと思うので、まあ、4寄りの3.5かな、ここは。はい、悪くないと思います。 能力値は、まあ、4かな。まあ、ここも、まあ、能力値的には、まあ、ディフェンス寄りでもないし、ちゃんとオフェンスに一応寄ってるし、まあ、テクニックボーナスもあるんでね、まあ、パスにはちょっと影響があるかなと思うので、これ4つけさせていただきました。で、総合は、まあ、3.5ですけども、これも4によりの3.5ですね。はい。なので、まあ、ちょっとね、守備に負担がかかっちゃうんですけど、CMF とかで使っちゃうとね、まあ、トップ下で使うのが一番いいんかな。まあ、ちょっと難しいとこですけど、 はい。まあ、使い道はでも全然あると思うんで、まあ、ここもま、3.5ですけど、悪くない3.5。まあ、むしろ4に近い3.5と思ってください。はい。じゃあ、次の選手なんですけれども、5人目は、家永紀博選手です。はい。家永選手は、スキル4.5、能力値5、総合4.5ということで、つけさせていただきました。はい。ここちょっと見ていきますと、スキルは、シャープクロスは、これは、えー、ーえーっと、スナイパークロスの上位ね。はい。 で、急降下ミドルシュート、チップパスということで、まあいいっすね。はい、いいと思います。まあ3スキルとしてはシャープクロスで、急降下ミドルもまあサイド系、サイド系っていうかまあウィングの選手特になんですけれども、角度ないとこから打ったりもするんでね、まあ奥に行き過ぎてもまあ大丈夫っていうね、まあシュートも狙えるし、クロスも打てるというところで、まあ正直5に近い4.5ですかね、ここもね。はい。で、能力値に関しましては、まあここはね、オフェンスいいですね。 はい。ここは完璧です。まあ、5です。はい。問題ないです。で、これ、総合もね、やっぱ5に近い4.5ですね。まあ、ほぼ5で、5に近いです。ほんに4.74ぐらい。<laughs> の5と思ってください。まあ、これもね、やっぱりね、非常に強力なカードの1枚だと思います。まあ、ただ、前半と比べると、まあ、前半の方がちょっと使いやすさはあるのかもしれないですけど、まあ、どっちにもまあ、良さはある。うん。から、まあ、シュートに関してはね、こっちの方が正直、信頼はあるし、 ただまあね、うーん、まあ難しいですね。まあでもレギュラー、まあでも前半レギュラーとそんな変わんないぐらいかな。前半レギュラーの方がちょっと見栄えはいい気がするけども、うん、アシストという点ではね。ただこっちの方がちょっと攻撃特化してる感じはあるんで、まあ悪くないと思います。ここも十分当たりカードの一枚だと思います。はい。はい。ということで最後の選手になります。6人目は、レアンドロ・ダミアン選手ですね。 ま、ダミアン選手ね、ちょっと去年から比べると成績がちょっと落ちちゃった関係だと思うんですけれども、グレードがね、ちょっと下がっちゃいましたね。88まで落ちちゃいましたというところで見ていくんですけれども、スキル構成 3.5, 能力値が5、総合4ということで付けさせていただきました。で、ここ、まあ、スキル3.5はね、まあ、ちょっとホックスインザボックスと起点なんですけれども、まあ、使いにくくはないですけどね、ちょっと近距離に寄りすぎてるんで、まあ、ちょっとボールロス、な,なんていうかな、 特定を狙いやすいスキル構成ではないような気がしますね。どっちかというと。うん。やっぱ中距離とか欲しいですかね。ダミアン選手ととね。で、能力値はオフェチ高いんで、ボナセンも高めだし、まあ、これは5で問題ないと思います。で、総合はここ4で問題ないと思います。はい。 というところなんですけれども、うーん、まあね、グレード落ちた分ちょっと狙いやすくなったんで、個人的にはまあ、まだ育成、僕もダミアン選手住んでないんで、まあ,あれ、ある意味まあまあ <laughs>、育成チャンスではあるけどね、これまで強いダミアン選手とか持ってた人からしたら、ちょっとありがたいかもしれん。うん。中途半端に落ちるよりは、ここまで落ちてくれた方が正直出やすいですからね、88まで落ちてくれた方が。まあ、ある意味ここはまあ、乱獲チャンスになるのかなと思います。はい。なので、まあ、良し悪しですかね、ここもね。 レギュラーはちょっと落ちちゃいましたけど、まあ人によっては嬉しいかもしれないです。はい。<laughs> ということで、はい、6戦しようか終わりましたけれども、まあお気に入り券の話ね、ここからちょっとさせていただきますと、まあやっぱり狙いとしては家永選手、谷口選手の2人、プラスまあ山根選手もいいですよね。うん。まあダミアン選手もね、欲しい人結構いると思うんで、 まあ全体的には単純にポジションで言うんだったら、ウィング、センターバック、えー、ボランチ、サイドバック。もうここら辺欲しい選手、あ欲しい人がいたら、まあ狙いに行くべきだと思うし、まあ、ダミアン選手とかジェジェ選手に関しましては過去グレードね、相当高いというところもあるし、立、ま、花、あ、選手はね、あの、エクスペとかでも来てるんで、まあそういった意味では他の選手も需要高いんでね、まあ結構ここはやっぱり川崎は狙い目かなと思います。まあちょっと外の話をすると、 まあ、マルシーノ選手だったりとか、うーんと、脇坂選手だったりとか、ソンリョン選手だったりとか、そこら辺がまあ80付近とかに吹き替えたりするんで、まあ、こういうところ含めると、すごく高い。うん、すごく需要高い、やっぱり川崎になってるかなと思います。はい。なので、まあ結構狙い目だと思いますね、ここもね。はい。ということで、じゃあ、6選手紹介終わりましたので、 川崎フロンターレ、えー、評価動画ね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。